スタートしましまた外目から10番ジオフロントいいスタートを切っていますこの内から8番セブンデイズも好ダッシュを見せてスタンド前にかかりますこの2頭を外から制して14番マテンロースタイルが逃げました リードを2バシン取ります。2番手が広がってきて追ってきた5番のテイオー・ターナー13番ドンナ・セレーノ2番手3番手外目からさらには10番チオ・フロント8番セブンデイズと続いていきましたこの先段の後ろに12番のレッド・レジェーラ内から1番モズマンジロー中段のインコース1コーナーをカーブしていって3馬身くらい空いて11番名勝切祭が続きました 1>, 1コーナーから2コーナー逃げたのは14番マテンロースタイルです、ディードを体半分、外から追っていく5番テ王オー・ターナー3番手、外に13番ドンナ・セレーノ。 前3頭、向正面を迎えます4番手、内から1番、モズマンジローこの外に10番、ジオフロント間からは8番、セブンデイズ前の6頭です、向正面を進みます2馬身がいて中段12番、レッドレジェーラ単独で追走3馬身がいて11番の名称節祭、外目を走っていますこの空いた内から上がっていこうとする2番のウィン・マイソール 上がっていきましたさらに外目に持ち出した4番ブレスオブライフも上がっていって残り800を続々通過後方馬群の一角に6番のマイネルリリーフ後方からこれも上がり始めようとする9番ロード・ドレイク3コーナーをカーブしていって今後ろ2頭が3番、レイワミノル7番、スマイルパワーとなっています。一塊になっっててきまました3,4コーナーナ中間を過ぎますここで先頭を変わって 5番のテ王オーターナー。この外に13番、ドンナセレーノ。4コーナーでこの2頭が並んで向かいます。2頭の外に持っていく1番のモズマンジロー。広がって直線コースに向かいます。内を開けて、ババの4分どころ13番、ドンナセレーノ。5番、テ王オーターナー、競り合って、外から1番、200を切って、モズマンジローが追い込んでいきました。その後ろからジオフロントに4番、ブレスオブライフですがバ、バの真ん中抜けた。1番、モズマンジロー。2馬身、3馬身のリード。2番手にはジオフロントが上がってくる。モズマンジロー先でゴール 2番手は10番、オフロント3着争いが最後で広がりました。